さあみんな、今日も会議を始めるよ。はーい、今日は私から重大発表でーす。おう、みつり、珍しいね。この前、富岡さんとしのぶちゃんが子供を連れてきましたよね。うん、そうだけど、まさか？今日は私の娘を紹介します。ブーム来てるなー。みつか、おいで。はじめまして、みつかです。よろしくお願いします。おー、ショートか。おいおい、くっそかわいいな。髪の色もお揃いなんですね。ママといっぱい桜餅食べたもんね。美味しかったよね。桜餅もいいけど、今度おじちゃんとワリ食べないかい？お前とは嫌だろ。おじちゃん、今度一緒におはぎ食べようね。あ、天使だ。あのさ、さっきからみつかちゃんのお父さん、ずっと木の上にいるけど、それについてはどう思います？パパ、そんなところ目的。あ、性格までお母さんそっくりだ。どうしてイグロさんがお父さんって分かったんですか？私、まだ一言も言ってませんよ。うん、もうみんなとっくに気づいてるよ。え、そうなの？彼女さん、今度うちの娘と4人でお出かけしましょうね。4人で女子会しよっか。ねえ、ママ。俺たちは行ったらダメなのか？ダメでーす。なんで？だってあなたたち2人、仲良くできないでしょ？あ、くっそー、どうしてもその女子会に参加したい。何かいい策はないのか？何言ってるんだ、しのぶ。俺たち超仲いいぞ。なあ、イグロ。は？おい、いいから合わせろ、イグロ。そうか。俺たちが仲いいことを証明すれば、女子会に連れて行ってもらえるってわけか。そうだぞ。パパたち超仲いいんだぞ。なあ、富岡。いやー、イグロとは本当に気が合うんだよな。年も同じだし。ほら、見て。パパたち手だって繋いじゃうんだから。あはははは。ねえ、ママ、どこに行く？桜餅が食べたいな。しのぶちゃんは？どうしよっかな。あれ、全く響いてない。なんか、悲しくなってきましたね。パパって肩身狭いんだな。同級生として不甲斐なし。いや、パクるなよ、俺のセリフ。富岡、イグロ、強く生きろよ。親方様、お騒がせいたしました。いいんだよ。賑やかになって楽しいからね。ありがとうございます。では今度、息子も連れてきますね。え、今、しれっとすごいこと言ったね。ちなみに双子です。おー、ほほほほほほ。双子率高くね？動画見てくれてありがとう。チャンネル登録待ってるよ。みつかのお兄ちゃん、お楽しみに。